ソロモン。ソロモン、紀元前1011年頃引く、紀元前931年頃は、旧約聖書の列王記に登場する古代イスラエル。イスラエル王国の第三代の王、在位紀元前971年紀元前931年頃。父はダビデ、母はバトシエバ。エジプトに進化の霊をとり、 ファラオの娘を降下されることで安全保障を確立し、古代イスラエルの最盛期を築いた。聖教会で聖人とされるイスラエルの王ダビデは、家臣ウリアの妻場とシェバと不義の関係を結び、夫ウリアを死に追いやった。この二人の最初の子が神の怒りに触れて死んだ後、二人目の子として生まれたのがソロモンであり、彼は父の死後、兄のなど、 他の王位継承を狙う者たちを打倒して王となった。ソロモンはエジプトのファラオの娘をめとり、ギブオンで盛大な捧げ物をした。そこで神がソロモンの夢枕に立ち、何でも願いのを与えようというと、ソロモンは知恵を求めた。神はこれを喜び、多くのものを与えることを約束した。ここからソロモンは知恵者のシンボルとなり、 ソロモンが子供のことで争う二人の女の一件で懸命な判断を示した話は広く世界に伝わり、後に江戸時代の大岡裁きの話にも取り込まれた。このことから長きにわたってユダヤ教の伝承ではソロモンは地位文学の著者とされていたが、歴史的な裏付けはなく、考古学的には疑問視する意見も少なくない。また一説には神から知恵、 指輪を授かった、もしくはユダヤ教のギカバラが記された、ラジエルの章を託されたとも言われ、多くの天使や悪魔を刺激したとされる。また、ソロモンの指輪という指輪をはめて、動物や植物との会話もしたという。ソロモンは、ダビデとは、正反対に内政を重んじて、外国との交易を広げて、国の経済を発展させ、統治システムとしての官僚制度を確立して、 国内制度の整備を行った。また、外国との貿易のための対象路を整備のため、要塞化された補給基地を建て、大規模な土木工事を持って、国内各地の都市も強化している。さらに軍事面並びに外交面では、近隣王国と条約を交わし、政略結婚を重ねて、自国を強国に育て上げた。イスラエル王国の領土は、ユーフラテス側からガザにまで及び、 誰もが安心して暮らすことができた。ソロモンは初めてエルサレム神殿を築いた。ソロモンの知恵の深さと高官な知識は周辺諸国にも知られ、信仰を求めて来朝する王や死者が絶えなかったという。中でも最も信仰の深かったのはツロの王ヒラムであった。こうした中にエチオピアの女王もおり、ソロモンの英知を試すため、わざわざ自らやってきたという。 ユダや古代史には、エチオピアの女王の言葉として、以下の言葉を掲載している。ソロモンの長い統治は、経済的繁栄と国際的名声をもたらしたが、彼の野心的な事業は、重税と不益を民衆に課した。また、ソロモンが自分の出身部族であるユダ族を優遇したことも、当時の部族長を仲とする、加藤政治の限界を暴き出し、君主政治支持者と、 部族分離主義者との対立を拡大させた。晩年、民衆への負担が激増していく中で強落にふけったため財政が悪化。さらにユダヤ教以外の信仰を黙認したことは、ユダヤ教徒と他の宗教信者との宗教的対立を誘発した。ソロモンの死後、息子のレハブアムが継いだが、非打教的であったため、紀元前9 2 2年に、 ヤロブアムを要した獣子族によってイスラエルは南北に分裂、対立していくことになる。皮肉にもソロモンの政策は王国に内在していた矛盾を増幅させ、それがソロモンの死と共に一気に紛失して国家分裂を誘発してしまったのである。レハブアムはユダ王国の初代の王として残されたユダ族、ベニヤ民族、レビ族を統治することとなった。ユダ王国は南に イスラエル王国は北に生まれた。シバの女王との出会いの後に、ソロモンは金でできた王立200個と金でできた小立300個を作ったが、後にエジプト第2十王朝のファラをシェションク一世に略奪された。エチオピア政教では、エチオピアの女王、シバの女王も、ソロモンの知恵と王とエルサレムの繁栄を見て驚いたと伝えている。 エチオピア帝国が13世紀に編纂した歴史書によれば、ソロモンとシバの女王の息子、メネリク一世がエチオピアを建国したとされる。537年12月、東ローマ帝国の皇帝ユスティニアヌス一世は苦難の末に改修したコンスタンティノープルの聖ソフィア教会の春工式において、祭壇に立って手を差し伸べ、我にかかる事業をなさせ賜う神に栄光あれ。 ソロモンよ、我は何時にカテリーと叫んだと言われる。こうして聖書に描かれるソロモンは死後救われたのだろうか。カトリックや正教など多くのキリスト教会は特定の人について確実に地獄に落ちたと断言することは決してない。しかし、このように豊章な生活を送り、異性者としての姿勢も信仰も、 そぞろだったソロモンについて、手厳しい評価をする恐怖は多く、カトリック教会の浦川和三郎司教は、聖書は、ソロモンの堕落を述べて、その委託意を語っていません。彼が、果たして父、ダビトのように改心して神様の恩許しをいただいたか、随分疑わしいものだ、という人が多いとしている。ソロモンは、イスラム教においても預言者の一人とされ、現代でもアラビア語では、 スライマーンと呼ばれ、また、現代ペルシア語では、ソレーマーン、トルコ語でも、スレーマンとされ、ごく一般的な男子の名として普通に用いられる。ムスリムにあっては、預言者スライマーンは、知恵に満ちていたと同時に、アラブの民間伝承である精霊、人を自由自在に操ったとされている。旧約聖書には書かれていないが、第3代イスラエル王であったソロモンがその英知を、 持って、悪霊を支配していたという話は、ヘレニズム期のユダヤ人の間に流布していた。このような偉大な知恵者とされたソロモンにまつわる伝説から、その五千年にわたって、ソロモンに由来すると偽った、文献群、ノーマイコームは、偽ソロモン文書スドソラモニクバックスと呼んだが、ヘブライ語やギリシア語、アラビア語で書かれることになったが、中世世紀以降、魔術師が悪霊を呼び出す術、 ネクロマンシーについて記した、それまでとは思をことにするニセソロ文文書がヨーロッパで流布するようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。